イタチウオは、アシロメアシロカに分類される魚類の一種。南北アメリカ大陸沿岸を除く太平洋とインド洋に、アフリカ東岸から範囲まで広く分布する海水魚である。日本では、福島県、富山県以南に分布する。水深1から650メートルに生息するソコウオである。夜行性で昼間は岩間や岩穴に潜んでいる。 深海性の種が多いアシロカでは珍しく旋回の岩礁域や珊瑚礁域、潮だまりで採集され、長い間旋回性とされてきたが、生魚は深海にも生息することが分かっている。小魚や甲殻類などのネクトンやベントスを食べる。卵性で産卵期は7から8月。卵は楕円型で、寒天質の卵嚢に包まれて産み落とされ、海中を浮遊する。稚魚は、 沖合の表海水槽で発見されている。生活史はほとんど解明されていない。生姿の体型で、体は比較的太いが、ビブは側平たし、後端が尖る。全長30センチメートルほどの個体が多いが、海外では最大で1メートルにまで達するとされ、日本でも60センチメートルに達する。体色は、イタチの毛色に似た茶褐色で、腹側は単色。 角ひれの円辺は白色。上あごと下あごに、それぞれ三体のひげがある。背びれと尻びれが、おひれとつながっている。先端が二つに分かれた紐のような腹びれが喉にある。背びれ難情数は109から139本。尻ひれ難情数は80から106本。背びれと尻びれは、棘状を描く。目径が、両目間隔より大きい。厚い皮膚には微小な縁うがあり。 表面は、粘液で覆われる。食用になるが、まとまった水揚げがなく、商品価値が低い未利用魚種で、鮮魚が日本の店頭に並ぶことは稀である。白身魚で、身が柔らかく、刺身には向かない。吸い物種や味噌汁の具、唐揚げ、味噌焼きなどにされる。海なまず、沖ナまず、濡れう。ありがとうございます。